マフラーキャラバグと首元の構造が機関でも怪しく見えるんですけど、これって解決策ありますか？いや、それは首元の構造が間違ってるから怪しく見えるんじゃないか。構造がうまく書けてないと、どんだけ隠してもうまくいってねえから、ごまかしも技術がいるからな。だいたい首ここら辺で、まあこれはちょっと合ってると。ちょっと例えば、画力が足りなくって、まあこんな感じになってるとするじゃん。これも明らかに俺から見たらおかしいんだけど、こっちが長すぎるから。でもこれをマフラーとかでごまかそうとしてんだよね、こうやって。でもこれってここの裏がおかしいから、いくらこれ消してもなんかおかしく感じる。ここが見えちゃってるし、なんかおかしいのよ、これ。でも、ここが合ってれば、適当に書いてもこうやって、多分合ってるからおかしく見えねえの。これをごまかす方法をマフラーじゃなくて、例えばだけど、ごまかしテクニックとしてはこういう風に長い紙の人書いて、ここを消す。そうするとごまかせる。だからこれをごまかしテクニックだと俺は思ってるんだけど、一般的になんかみんななんか、このマフラーで隠してごまかすって言ってるけど、俺は後から追加したパーツでごまかすことをごまかしテクニックだと思ってるんだ。ここにこうやってさ、例えばこんな感じで手書いて、こうやってちょっとこういう風にさ、これでもうめっちゃ任せてんの。俺は全然首の位置おかしくないんじゃん。ちょっとおかしいかもしれんけど。俺はこういうのはごまかしテクニックだと思うけど、なんかちょっとこうやってかけただけでごまかしとは思わんから。そう、怪しく見える部分を上から全部隠しちゃえばごまかしだと思うけど、これはごまかしなくて普通に書いてるだけだと思うよ。ごまかせてないです。それは俺は悪いことだとも全然思わなくって。最終的に絵が綺麗に見えればいいんで。パッと見でもうみんな見てるから、絵なんて。パッと見で違和感感じなければいいから。